皆さんこんにちは、栄養家の小藤です。皆さんテスト勉強頑張ってますか？本日は、英語のテストの範囲の、単語ですね、これを、最初からずっと見ていきます。長丁場になりますが頑張っていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。 Unlike the present government、この present、贈り物のプレゼントは名詞ですけども、このプレゼントは現在のって意味です。現在のガーメント、政府だね、今の政府と違って私たちは地域社会に尽くすことをよしと考えている。地域社会はコミュニティね、はいです。 We believe inserving the community となります、はい、スペルはね、コミュニケーション、英語のコミュニケーションと途中また似てますからね、はい、次、Do you agree with? Agree with は賛成、ね、何々に同意する、賛成するです、はい、政府の教育政策、はい、政策というのはポリシーです。はい、ですが、ここでは複数形なので、Y を I にして、ESS、Policies となります。はい、次。She claims she's a victim of age、はい。差別ですが、これは Discrimination。はい、Discrimination って言います。はい、差別です。年齢の差別だから Age Discrimination って言いますね、はい、あとね、Victim、 これは犠牲者って意味です。あとこの Claim 注意しましょうね、日本語でクレームっていうと、ね、クレーマーって言いますよね、相手に対してなんか文句を言ったりするような、ね、イメージがありますけど、英語の Claim にはこのそういう意味はありません。主張するという意味ですのでね、注意して覚えてください。はい、次です。The group is giving financial、援助。援助は aid です。はい、aid、ね、はい。これを refugees。refugees は避難民のことですからね。はい、ね、ここではまあ援助ということで aid ですね。次です。彼女の母語はイタリア語です。母国語、これはネイティブね。ネイティブラングイッジが母国語です。ちなみに、母国語とは、ね、マザータングなって言ってもします。この、ね、もちろんマザーはお母さんですけど、タングはこれは舌という意味です。まあ、舌。ね、まあ、舌。あと言語って意味ありますね。まあ下からしゃ口を使って喋るからね。はい、そこから来てますね。はい。はい、次です。ヘリコプターズはメインリー。ヘリコプターを主にユース、使われます。for military。military は軍事のって意味です。はい。で、これはラザーザン。むしろ、なんとかであってきたね。はい。で、これは民間の目的です。民間のでシボね、シボです。シボパーパスイズとなります。はい、次です。The accident occurred。occurred ってのはこれは起こるって意味でね。です。in 遠いところ。この R 始まります。遠い。最近テレビでもリモート出演なんて聞きますよね。はい、ですのでこれはリモートです、はい、ね、遠いとこから出演だからね、はい、in a remote place です、はい、on his vacations、休みに he likes to go to 遠いところ、今度は F ですからね、遠いは far です、遠く離れたところで far away です、Far away places となります。はい、次、His mother lived in a
近く、近くは near by って言います、はい、nearby town、 はい、となります。はい、次ですね。彼はその地方の発達の遅い地域に住んでいます、ね、ちょっとイメージしづらいね、これはね、前方のフォワードに対して、実はこれはバックワードです。はい、バックワード、バックワードはね、こう後ろ、後方、後ろに下がったところね、これはバックワードです。ですから、フォワード、前に進んでるに対してこう後方に遅れているってことで、発達の遅いという意味合いになってますからね、はい、注意して覚えてください。はい、次です。内側の壁、はい、これはインテリアね、インテリオです。はい、インテリア、はい、でインテリア、あ、あ、忘れちゃった、ありますね、インテリアね、はい、インテリアウォールズ、内側の壁はペインティッドホワイト、白に塗られているところになります。回復したですね、このね、はい、回復したはリカバーです。リカバー、はい、下過去形だからね、はい、言いつけましょう、リカバードです。はい、次です。移植することができます。はい、ドクターズはエイブトゥ、エイブトゥはできるね、はい、トランスプラントと言います。このトランスという言い方ね、これはね、移動するという意味がありますからね、この後別の単語でも出てきます、はい、プラントはこれは植物なんかを植えるという意味だよね、名刺植物という意味になりますがね、移動して植えるということなので移植するになります。ちなみにキッニーというのは腎臓という意味です。はい、続きますね。大きな薬品会社、はい、これがドラッグです。ドラッグは言うだからね、ドラッグカンパニーズ make huge profits、 はい、ヒュージ、これはコミュニティでも出てきますね、はい、ヒュージは巨大なです、莫大なってことになってますね、はい、プロフィットは利益です。どちらも大事な単語だからね、覚えておきましょう。はい、次です。プランツ、吸収する、吸収するはですね、アブゾーブと言います。はい、アブゾーブ。はい。プランツアブゾーブニュートリエンツフロムズソイル。ソイルは土、土からニュートリエンツ。はい、これ栄養物のことです。はい、これをアブゾーブ、吸収するということになります。はい。ね、日本でもなんか吸収剤のことをアブゾーバーって言ったりしますね。はい。覚えておきましょうね。はい、次です。はい、指し示す、はい、これはインディケートです。インディケート、はい、インディケート on the map where the city is、はい、あのチカチカなるのはインディケーターって言いますけどね、はい、あれも指し示すからね、そう言います。はい、次です。狙うですね、狙いなさい、はい、これはエイムです。はい、エイム、目標、狙いなんていう時もね、名詞でも使います。エイムです。次です。マリアは、はい、奮闘する、奮闘する、ね、これはね、ストラグを打てますって言います。はい、で、ここはワーズがあるよね、ワーズがあるから、これは進行形しましょう、はい、いいで終わってますから、いいを取りますよ。Struggling となります。はい。はい、次です。He、はい、掃除する。掃除はね、sweep と言います。はい。で、掃除した過去形になりますからね。過去形は swept と言います。He swept the path in front of the house。in front はの前だよね。家の前のパス、小道だね。これはこの後パスも、単語出てきますからね。はい、小道を、
掃除したとなります。はい、次です。 The sailors。 セーラーは船乗りね、船員たちです。burning ship、 はい、燃えている船だね。これは諦めた、これ見捨てたとこです。見捨てた。 abandoned って言います。これ見捨てるって意味です。はい、諦めた、後継ですからね、言いつけましょう。 abandoned です。はい、次です。 a test satellite、 サテライトは衛星です。ですから試験衛星のことね、テストサテライトです。はい、これが打ち上げられた。はい、打ち上げるはローンチって言います。ローンチ。はい、ローンチ。で、ワーズがありますからね、これね、B 動詞ありますから、打ち上げられたなので、はい、ED つけましょう。過去分詞形です。はい、ローンチとフロム、ケープ、カナベラを。はい、ケープの岬という意味ですね。カナベラの岬ってことかな。はい、次です。they 何々 the enemy。 エナミーは敵だよね。敵を after long war、 長い戦争の、ね、後に、破ったと言います。破るというのは defeat と言います。これはよくね、英字新聞なんか見てると、スポーツなんかの結果の時にこの defeat はね、どこどこがどこどこ破ったのというふうに使われます。カオケですからね、ディフィーティド、いいつけていきましょう。はい、次です。彼らは神を信じていないということで私を非難した。はい、非難するのはブレイムです。ブレイム、見づらいんでしょうね、もう書くかな。はい、非難した、カオケですからね、ブレイムド。はい、イード終わってますから D だけつけましょうね。はい、次見てみましょう。Workers are joining forces with students to、はい、抗議する。抗議するプロテストです、キリスト教のプロテスタントなんて知ってますかね。はい、あのそこも、関連付けると覚えやすいかな。プロテスト。The new bill、 新しいね、法案、法案みたいなビルね、に、抗議するために、生徒たちと学生たちと、フォーシーズは力ね、力を合わせていますよってことです。はい、次です。ファーザーオフン、罰する、罰するはパニッシュって言います。パニッシュ、これは、現在形だね。で、主語ファーザーですからイエスつけましょう。パニッシーズです、はい、でしょうかね。はい、次行きましょう。謝った、アポロジャイズですね。アポロジャイズ、謝った、顔形ですからね、 D つけましょう。アポロジャイズ、はい、to me、 アポロジャイズ to the man、男性に謝ったと。フォース、これはこれ理由ね、なんで謝ったかって理由がフォアイカです。 stepping on the foot、 his foot、 足を踏んじゃったんだねとなります。はい、次です。 she pushed through the、 はい、群衆、群衆はですね、クラウドです。はい、ね、混雑しているって時にね、クラウディル使ったりしますよね。はい、はい、これに対してね、クラウドは名詞形です。はい、ですのでね、名詞の場合は群衆、どちらにしても人がいっぱい集まってるイメージだよね。はい、はい、次です。 He applied、 applied は申し込むって意味ですね。はい、 ABBLY だね。はい、 Y が I になって E になってます。 To become an American、 はい、citizen です。日本の時計のメーカーでもね、シティズンってありますけどね。はい、ここから来てますね。はい、次です。
抜けちゃった。ごめんごめん。こちら。It is necessary 必要だ。That we got along with our はい。隣の人ね。ネイバーです。ネイバー。はい。もちろんね、複数形にしましょうね。ネイバーズです。はい。S。はい、で、get along with で、誰で仲良くやっていくです。はい。上ではこれね、まあ、強調だと思ってください。誰で仲良くやっていくことが必要だというわけですね。はい、ごめんなさいね。はい、次です。さっきディズニーね、前にさっき言いましたので。はい、次言います。Has the new news been communicated to the、はい、職員。はい、職員はもうね、スタッフだよね。はい、スタッフです。はい、次です。This store has、はい、thousands of、これも出てきましたね。何千ものだったよね。はい。はい、thousands は千ですけども、S の後だね。千でなくて何千もの、数千ものということになります。はい、顧客はカスタマーだね。カストマーとかね。カストマーって書いて、はい、S をつけましょうね。はい、thousands だから複数形です。はい。はい、次です。Illegal。Illegal はこれはね、Legal っていうのが、これが法律上の、以前勉強した、あの、法律、Law から来てますね。はい。でも、Illegal した場合は、これは、違法の、不法のってことになります。はい。で、移民というのは、Immigrant、ね。となります、Immigrant。はい。当然、これ、Immigrants だね。これ、R だからね。復元しましょう。Immigrants are sent back、送り返されたと。はい。Across the border。ボーダーというのは国境ね。はい。はい、If they are caught。もし彼らが、caught。キャッチの過去分試験ね。捕まえられたらとなります。はい。次。She's a career。はい。生え抜きの、まあ、経験になる政治家。ポリティシアン。And mayor of the city. メイヤーは市長ね。です。はい。ポリティシアンです。はい。He took a 上級コース。はい。これは、advanced ね。はい。advanced courses in the mathematics となります。はい。次ですね。The lawyer.ローヤーってさっきも出ましたね。ローって法律。法律を、扱う人ですから、法律家とか弁護士さんのことをローヤーって言います。Gave the son、役立つ。役立つのは、はい、助けになるんだから、ヘルプ。ヘルプフーとなります。はい。はい、次ですね。シーハズは、これ、熱心な。熱心な。これ、keen って言います。はい、keen。keen desire。desire は欲望とは願望のことを言いますね。はい、keen desire です。これで、熱心な願望となります。to get a job with our company。我々の会社に、job、ね、get a job。まあ、職を得ることね、です。なります。はい、次です。the opinion poll。これは世論調査みたいなね。はい。世論調査は、was based on 何々に基づいていますと。はい。何かというと、無作為にです。はい。無作為にちょっとなんかピンとこないかもしれないけど、ランダムにっていう考えれば、これはそのままね、ランダムとかランダムです。はい。ランダムサンプリングオブザ、オブアダウスとなります。はい。次。The road became rocky。rocky っていうのは、ロック、岩がたくさんあるところね。岩が多く、そして険しくなった。険しくなった。これ難しいのはね、スティープと言います。はい。はい、注意しておきましょうね。ロッキー&スティープ。はい。岩が多く、険しくなりましたということです。はい、次です。My watch keeps。はい、これは正確な、accurate。accurate time。正確なという意味になります。はい、次です。The plane was carrying 200乗客、200人乗客、
客ですね。乗客はパッセンジャーです。当然200だからね、複数形しましょうね。パッセンジャーズ、 S 形内容しましょう。はい、次です。私たちは住まい、通路を歩いて建物の所に行きました。はい、通路とか廊下のことをパッセージしています。パークオブザビューディング、はいです。はい、次、彼女は小道沿いに子供たちを導き、森から抜けました。先ほど出ましたね、小道はパスです。パスです、ね、先ほどのところちょっと待ってね、どこだっけ、箱だ、これ1416のところでもね、はい、 He swept the pass、ね、出ましたね。はい、このパスです、はい、あ、ちなみにこのレッド、これはリードね、導くというリードだね。はい、そこから来ています。 She led the children along the path。 この along はなんとかに沿ってということがね、小道沿いにということになります。で、out of the forest、 森から out of、外へと見てあります。はい、次です。はい、サウザンズオブピーポー、まただよね、サウザンズオブ、何でもの人々がテイクザ地下鉄、これ B じゃねえかね、これ S ね、 S、はい、サブウェイです。はい、サブウェイトゥーワークエブリデイとなります。はい、次、輸送です。先ほども移動の時にトランスって話しましたね。ですからトランスポーテーションですね。トランスポーテーションオブグッズ、商品のトランスポーテーション、輸送は、はい、あとバイヤー、バイヤー飛行機によるということになりますね。はい、is very expensive、 とても高くつくということになります。はい、それでは A 表の範囲の方を見ていきましょうか。はい、まずサンフランシスコ、気候が涼しい。気候はクライミットです。クライミットね。サンフランシスコ has a cool climate です。はい、天気のウェザーとはね、注意をしてくださいね、区別しましょうね。はい、次が影です。影はシャドウです。はい、複数形しましょうね、シャドウズです。 The shadows lengthened As the sun went down、ね、沈むに、太陽が沈むにつれてと、ね、長くなったということになります。次です。マウント、ベスビウスインイタリア、イタリアのベスビオ山はアクティブ火山、火山ボルケイノと言います。ボルケイノ、アクティブなボルケイノ、ね、活火山ということになります。次です。化石燃料、ファッシュね、はい、ファッシュフューエルス、はい、これ文頭だからね、実際書くときはファッシュを文字しましょうね、はい、フューエルは燃料ですからね、これ前回の単語で出ましたね、はい、ファッシュフューエルス、化石燃料は、プロデュース、まあ、生産する、つくんだね。サブスタンシャルエアポリューション、かなりの大気ポリューションは汚染です。大気汚染を、まあ、作り出すんだとなります。次です。アジア大陸、 The Asian Continent です。はい、コンティネントの大陸です。 Is moving towards the east、 東の方へということになります。はい、次です。The main、はい、作物、はい、作物は crop って言います。はい、The main crop in China is rice です。はい、野生生物、はい、野生生物は野生の意味が wild です。はい、生物は生命、命、生物はね、life だね。Wildlife in the area、 その地域の wildlife、 野生生物はincludes
インクルード含むってみたね。Deer、鹿や、Bears、熊や、Raccoons、ね、アライグマがいます含んで。を含んでますよってことになります。あ、ちなみにこれも大文字だからね、書く場合は大文字にして Wildlife と書いてください。はい、次です。Many trees died。多くの木が、死んでしまった。まあ、それ枯れたんだね。During the long 干ばつ。干ばつはね、ドラウトって言います。ドラウト。ただスペルね、ドロウトと書いてドラウトだからね。注意してください。干ばつはドラウト、ドラウトね。はい。はい、次です。彼はフライパンで卵を炒めた。はい。炒める。焼くというのはね、FL じゃなくて R ね、フライです。ですから、Y を I に変えて ED ですから、フライドです。ね、フライド、X in a frying pan。はい、ちなみに、フライパンというのは英語でこう言います。A frying pan と言いますからね。覚えておきましょう。はい、次です。We、固定する。固定するは fix です。はい、fix。固定する。固定した顔形ですからね、言いつけましょう。フライドです。Fix the shelf。シェルフは棚ね。To the wall、壁にとなります。Fix には、この後、実は、例文が出てきますけども、修理する。って意味もありますからね、覚えておきましょう。Fix には、この、固定するという意味と、修理する、つまりイコールリペアの意味がありますからね、覚えておいてください。はい、次です。 The house is large and expensive to、 はい、これは維持する。維持するのはよくさ、そう、維持のことメンテナンスって言うよね。メンテナンスなのでメインテイン、メインテイン、ですからね、覚えてください。次です。The population of the town。 その町の population は人口です。はい、人口は、膨らんだ。膨らんだというのは expand と言います。はい、expand。膨らんだ、過去形ですからね。expanded。はい、と言いますね。はい、expanded rapidly、急速にとなりますね。1960年代ね。expand というのはね、知ってますかね、トレーニングをする機械でエクスパンダーってんだよね。こう引っ張るんで、こうグーッと引っ張るやつ、エクスパンダーって言いますかね、あれもね、こう広げるので、膨らんでいく、広がるってことでね、イメージしてもらえるとと思います。はい、次です。測ったね、測る、測るはメジャーね、メジャー。顔形だからメジャーどうにしましょう。はい。Lengths、長さと Width、ね、幅だね。はい。お、測りました、出ます。メジャーです。たくさんの、たくさんだから、目にいいかなと思った人も多いですけども、よく見てね、犬だからね。n ですから、ニューメラスです。はい、はい、文法だからね、ニューラスと書いてくださいね。はい、たくさんのとことになります。ニューメラスピーポーアテンディズザコンサート。そのコンサートにアテンドは出席するって意味だよね。まあ、行ったとこでしょうかね。I'll need some、はい、追加の、追加はエクストラです。エクストラマネーで追加のお金になります。はい、はい、次は、This classroom is、はい、2倍。2倍ですから、これダブルだよね。ダブルです。はい、スペル注意しましょう。ドーブルと書いてダボーです。はい、スペル注意しましょうね。はい、次は、Food and clean water were becoming 不足し始めた。はい、不足し始めた。これはですね、
scarce って言います。scarce、ね、scarce、becoming scarce で不足するとこうなります。はい、はい、scarce これはね、どちらかというとこっちの方が副詞のですね、scarcely ってあります。これはね、ほとんどないって意味なんですよね。はい、こちらのよく使います。scarcely がほとんどない。ですから、まあ、不足しているってことにつながるんだよね。はい、覚えておいてください。はい、次です。詰め込んだ。はい、詰め込んだパックだね。はい、パックしたというでしょ、パックするって。詰め込むのはパックです。過去形ですからパックトゥ ED つけてください。はい、はい、次です。シークノット、はい、シミを取り除くことができなかった。はい、これはね、取り除くのはリムーバーって言うよね。今ね、はい、リムーブです。はい、これが取り除くになります。シークノートリムーブザスポット、シミね、フロムザ壁とかシミを取り除くことができなかったになります。はい、まあ、再び動かすんだからね、リムーブと言います。はい、次です。取り替える、取り替えることは場所を変えるんだよね。はい、で、場所はプレイスなので、これはね、リプレイスと言います。はい、取り替えただね、顔形だから。はい、ED ですけどね、E で終わってますから D だけです。Replaced です。We replaced our old air conditioners です。はい、はい、次です。His bold new plan。大胆で新しい計画が、はい、結合する。結合するはコンビネーションなんでね。はい、これ動詞形なので、Combine。これが、結合させるところになります。これはね、現在形でかつ単語主語はプランだよね、単数なのでコンバインズ S が抜けないようにしてください。はい、次です。Crime、クライムは犯罪です。Crime is often、 犯罪はしばしば。Poverty、 はい、これは貧困です。貧困と、はい、Be related to、何々に関連があるというのが、これは be related to ですからね、覚えておきましょう。はい、もちろん relate は名詞形ね、relation というのがありますからね。はい、次です。He studying the 複雑な complex です。もちろんこれはね、シンプルな単語になりますね。Complex structures、 複雑な構造、 of the human brain、 人間の脳、ね、はい、それについて He's studying、 研究しているよということになります。はい、次、 The girl became home from the playground wearing a、 はい、汚い、汚れた、 Dirty です。 Dirty shirt となります。 あと少しだし頑張りましょう。はい、次です。はい、Our new、 はい、効率的なエフィシェントです。はい、エフィシェントマシーンズ are much cheaper to run、ね、まあ、ずっとコスト、産業コストね、まあ、to run ってそれを動かすって意味になります。はい、次ね、 The thief、 thief ってのはこれは泥棒のと言いますからね。 The thief was not、 はい、気づいている、気づくってこういう便当もね、出てましたよね。Notice、 これ気づくでした。はい、でもこれ気づいている、はい、これは B 動詞の章ですから、これは形容詞がきますね。これはですね、 Aware って言います。はい、Aware、 Be Aware、 これで気づいているとなりますからね。はい、はい、この場合ざっと説ですね。 I was watching him、 私が彼を見ているってことに気づいていなかったということになります。はい、はい、次です。 My father fell、 もちろん fall ね、はい、寝入ってしまうのは asleep です。はい、ね、はい、まあね、あ、
寝るんだからスリープはあのつけてあげるからね、これは覚えやすいよね。はい、次です。 He's one of the leaders。 はい、leaders は、はい、polite です。はい、polite ね、はい、polite です。ただここは最も礼儀正しい人物なので the プラス est です。はい、polite は井戸ってますから est です。Politest people I know となります。はい、次です。You would be、はい、賢明だよ。賢明は wise です。wise to accept this offer、 この申し出を受け入れた方が賢いよとなります。はい、次です。She's a 賢い。賢いはクレバーです。クレバースチューデントとなります。はい、次です。正直な、正直な、honest です。honest。H で始まってますけど、この H 発音しないよね。honest ですから、はい。案が出てますからね。An honest man would never do such a thing。そんなことはしないよってことだね。はい、my、はい。怠け者、はい。怠け者、lazy だね。My lazy brother never cleans his room。ね、怠け者には決して自分の部屋は掃除しないとなります。はい、次が、純粋、純粋、ピュアだね。はい、日本語で使うね。 She is pure in mind、 心も and body、 体もピュアですよ、純粋ですよとなります。はい、次、比較する、 compare だね。 compare です。はい、比較しただからね、顔形だから D つけましょう。 compare とコンペアは、コンペア A with B ね、A と B を比較するという意味で使いますね。はい、やっぱ with がありますね。はい、Our result、 我々の結果と those of previous studies、 previous は以前ね、以前の研究の結果、この増すのはリザルツね、この出たリザルツを繰り返すために増が使われています、ね、こういう時に、ですね、要はザッと使うんだよね。はい、比較級の時によくこれ使われる言葉なので覚えておきましょう。この場合は複数形なのでザッと複数形の増が使われています。これとても大事なことだからね、注意していきましょう。はい、We are earnestly、 earnestly、 本気でとかね、本気で、探し求めています。はい、探し求めるはですね、あ、ちょっと、 seek です。 seek、ね、はい、で B 動詞ありますから求めているということで in をつけましょう。 seeking です。はい、in をつけましょう。はい、次です。ベンは、赤ちゃんの、赤ちゃんのビヘイビア、行動だね、行動を観察している。観察するはオブザーブです。オブザーブです。はい、この部分はね、スタディーズ&オブザーブズですかね、やつつきましょうね。はい、次、 It's dangerous to 探検する、探検するはエクスプローラーです。インターネットを最近あんま使わなくなりましたけどね、インターネットをよく見るプラザとね、インターネットエクスプローラーで、以前はこのインターネットを探検する、見ていくのでね、このプラザが使われてましたがね、そのエクスプローラーです。はい、次です。彼らはコンピュータープログラムの問題に気づき直したと。はい、気づくです。気づくはディテクトです。ディテクト、これ難しいことね、ディテクト、はい、気づいたんだね、だからいいでつけましょう。ディテクティブです。はい、はい、問題に気づきました。そしてフィックスイット、このフィックスが先ほど
言いましたね。ちょっと待ってよ。ここで言いましたね。はい、ここで言ったね。1451で言ったこのフィックス。こちらね、このね、はい、修理する、リペアと同じです。このフィックスになります。はい、戻るよ。はい。で、この、and fixed it。このフィックスが、イコールリペアです。はい。直したということね、なります。はい。次です。We will、はい、再調査する。再調査するのは、レビューです。レビュー。Your situation and decide how we can help you. 再調査し、どう援助できるか決めますということですね。はい、レビュー。これちょっと解体してみよう。ほら、これがさ、真ん中で拭いてみてください。このリッドは、リサイクルの中の再びって意味だよね。はい、で今回のコミュニティもリプロデュースなんてだよね。再現するんだけども、リッドの再びって意味です。ほら、ビューっていうのがあったじゃない。花見のとこで、ビューイング、ね、インジョイビューイングチェリーブラッサムさんだってね、はい、見るんだよね。再び見るんだよね。だからレビューっていうのは、再調査とかあとは復習って意味ですからね。もう一回見るからね。はい、という意味になりますからね。覚えておきましょう。はい、次 His mother died when he was a ほんの、はい、まあ、only に近い意味なんだけど、はい、これは mere って言います。はい、覚えておきましょう。ちなみにこれがもし only だったらA mere child じゃなくて、only a child だね。と並びになりますので、注意しましょう。はい、28に、次、elephant is a 巨大な、なんかね、huge って言いたいところだけど、言い出しもありますからね。enormous って言います。enormous animal です。はい、もう少しだ。はい。we had a、素晴らしい。グランドです。グランドタイムオンヨバケーションとなります。はい、次。はい、The experiment。experiment は実験です。ね、実験。その実験をプロデュース。作り出した。何を ?some。はい、思いがけない。はい、これはね、unexpected ですね。どうしようこれ。水やかお茶くね。expect は予期するとか期待するって意味ですね。案はもちろん否定の意味ですね。 ed がつきますからされるって意味だよね。予期されない、期待されないね。予期されない、だから思いがけないって意味になりますからね。はい、でこのエクスペクトが分かっていれば想像つくところですので、ね、覚えていきましょう。はい、ラスト、世界中の売り上げ、はい、世界はワールドで、ね、世界にこう広がるんですからワールドワイドと言います。 There worldwide sales are growing by 200% a year。 この厚いですね。なんとかにつきっていうことです。まあ、パーって言ったりもします。はい、あとこの場合ね、20% ずつってことですからね。そういう時この場合を使いますからね。覚えててください。はい、ここまでです。はい、はい、お疲れ様でした。単語は丸暗記と思ってる人が多いと思うんですが、できるだけこう、ね、今持ってる知識、と結びつけて、あと知ってるねカタカナ語とかそういうのと結びつけてね、できるだけ丸暗記する単語は減らすようにしてください、ね、勉強方法としてはまず、今回の範囲の単語自分で分かってるとこと分かってないとこまず区別する、ね、その分かってないとこをねまた繰り返して練習をしてみてください、ね、あとは、スペルもそうなんですが、その形によってね動詞ならば
ここはイングがつくのかな、イーディがつくのかな、Sがつくのかな、名詞ならば単数かな、複数かな、その辺もね、気をつけて覚えるようにしてください。はい、ではね、テストまであと1週間です。ね、しっかり頑張っていきましょう。それでは、また次回一日お会いしましょう。See you!